今回北京や上海の百貨店などで発売が開始されたのは新潟県産コシヒカリと宮城県産一目惚れの2種類です。上海の人たちの反応は、日本米のセールスポイントは品質の良さと安全性です。しかし問題はその価格です。コシヒカリの販売価格は2キロで198元、日本円でおよそ3200円。上海市民が普段食べている米の20倍以上です。販売のターゲットとなるのは、経済発展で急速に増えている富裕者層です。价格も应该现在在上海这种城市も、因为一般的讲究生活质量也比较高嘛、大家对这方面的那个食品的要求也比较高一点，应该也还可以承受吧，也不算什么。可以接受，因为现在人讲究健康嘛，日本还蛮健康的一个城市嘛。こちらのお米に比べますと20倍、30倍という値段になっておりますので、その辺が一つの大きな懸念材料だったんですけれども、やはりいいものは高くても売れるということを改めて、痛感した次第です。これ日本米ですので、日本の方には買っていただけるのじゃないかなとは。期待はしてまいったんですけれども、思った以上に中国の方、特に、こちらの富裕層と呼ばれている方だと思うんですけれども、5個10個とまとめて買われていただけるお客様も出てまいりましたので、手応えとしては十分感じておるところでございます。今のところ、日本の米が高くても買うのは日本米の美味しさを知っている駐在員や富裕層のようです。しかし健康志向の高まりで、上海でもブームとなっている日本食でのニーズや、高級贈答品用など解禁されたばかりの日本の米の潜在的な需要は計り知れません。以上、上海からお届けしました。